引き換えに行ってきます。そうね、先に引き換えに2回目来たらず来るの。俺も2回目。嘘、こんなんだったっけって感じだよね。ね、疲れた。4時間ぐらい歩き回ったね。うん、もう死ぬのはたくさん歩きよね。考えちゃうよね。そう、めっちゃ考えちゃう、うん、あんま買い物向いてないね。爆睡した。起きたらちょうど新宿にいた。木更津アズートで買った購入品を紹介していきたいと思います。イエイ、元気。まずはこちら、パーティードレス、ドレスっぽいワンピースです。これは友人の結婚式があるので購入しました。定価が19,800円に対して16,500円になってて、さらに会員登録したから 10% オフで、さらにそこから 1,000 円オフといういい買い物だった。シルエットも綺麗だったよね。うん、綺麗だった。これはなんかあまりドレス感が強くないから、ちょっとおしゃれなご飯屋さんに行くとかでも着れるかなと思ってこれにしました。これはアウトレットに行って絶対買おうと思っていたお目当ての一つです。続いてあとアウトレットに行ったらバッグが欲しいと思っていて決めたのが、じゃじゃーん、ロンシャン。ロンシャン、イエーイ。プライベートでも使えて通勤にも持っていけるような、なんか使い勝手のいいカバンが欲しくて、20代
代後半、30代前半女性が結構使ってると思うんですけど、こちら、じゃじゃーん、色はちょっとオレンジっぽいカラーにしました。サイズは一番小さいサイズで、中はこんな感じです。結構マチもあって深さがあって結構入る大容量で、内ポケットもあって収納しやすい、ちょっとなんていうの、挑戦したカラーっていうのがポイントです。差し色として使おうと思います。いいと思います、はい、この色を提案したのは彼です。そして最後フードコートに行ったら貞原青木があって、ただ通常の貞原青木のショップだと思ってたんだよね、うん、そしたら通常の商品なんだけど賞味期限が近い商品がもう 80% オフとかで売られてて、アウトレット価格、そうで、これとか結構貞原青木さんのスイーツで多分有名ってか超定番の誰もが知っている有名なやつだね。そう、かの有名な、すごいすごいね、全然出てこないチョコレート、うん、これ多分80か70%オフだったよね。1000円になった、多分元ね3000円ぐらいね、買っちゃったよね。ではいただきます。カカオがすごい、カカオの濃度濃そう、うまい、そう濃厚、ザクザクしてる、なんかピスタチオみたいな感じよ、これ。へえ。美味しい。念願の貞原さん、これを900円で食べられるなんて幸せです、うん、明日までです。チョコレートの明日までってさ、一体どういうことって感じだよね。今回木更津に行った交通機関、うん、は新宿からバスで行ったんだけど、往復のバス代に商品券が2500円分ついて、実質500円お得なパックで行きました。はい、で予約も不要で、普通バス停で待ってれば乗れて、そのお得なチケットもバスの運転手さんに言えば買えて楽だったね。うん、楽だった。結構弾丸で行けちゃう、うん、アウトレット。確かに混雑具合はどうだろう、まあ、ゴールデンウィークだったからそれなりに人はいたけど、なんか嫌になるほど多くなかったさ、うん、で多分ゴールデンウィークだからちょっと時間かかったけど、予定では新宿から1時間、うん、かなり行きやすいと思います。ぜひ都内に住んでる方は利用してみてください。すべて私のもので、何も僕は買えませんでした。いいものがね、ちょっと見つからず、まあ、でもパーティードレスとカバンっていう目的があったんで、ちょっと付き合ってもらう形でね、うん、また行ってください。はい、また行きましょう。